ストレート肉球プニってことやろ。北ブロックのビルに向かう。北ブロックのビルってどこ。こっちか。これ、このでかいやつ、なんか巨大な目玉みたいなのあるけど。え、ここ前まで通れんかったとかやない。問題のビルに到着でウィスー。壁取り払われたんやね。え、何？何この音。見ろ、UFO だ。やっぱりこの街にいたんだ。なになに、なんか降りてくる？うわ、え、誰？いっぱい。おっしゃる通り。おっしゃる通り。何？あっという間に囲まれてしまいました。こいつら一体何者だに？っていうか、アニメや漫画だと大体この後は。おっしゃる通り。おっしゃる通り。まだおっしゃってない。やっぱり襲ってきた。マジか。おお、ど根性ストレート肉球。肉球かい、かわいいな。こうなったら。戦うしかない。行くぞみんな。ストレート肉球、プニってことやろ？超かわいいやん。黒服たちが現れた。全員黒服。タイプ違うのに全員黒服。名前は一緒なんだな。おっしゃる通りじゃねえよ。よし、つなげろ。ああいう場合ってさ、なんかちょっと気を失わさせて、連れ去られるっていうパターンじゃない？その場で戦いっすか。大釜変化の術。バシ。みんな頑張れ。さあ来いよ来いよ。とりあえず体力は平気まだ。さあチャージ完了。そしてマッハ飛竜脚。あ、ちょう真ん中のやつにしか効かないんじゃないの。あ、ブラスター使える。妖怪ブラスターメダルセット。カイマ。さあ来い。ハイが来てほしい。あー、普通のアタックモードか。ね、あのさ、一人だけ薄くなってないのはなんか関係あるんかな。全然当たんねんすけど。当てたい。一人だけ曇ってないやつに当てたんやけど、別に何も関係なかったね。ガードされてるし、なんか。よし、回復しよう、回復。なんかとりあえず、カンフーマッハがダメージ受けとるけんさ。さあ、来い。チャージ完了。癒して合点。合点マイヤーさん、かわいいよね。狙う。よし。とりあえず、真ん中のやつ狙っとくね。必殺技使えんのか。ちょっととりあえずガッテンマイヤーさん下がって。さあ行け闇マロ。はい、必殺技叩け叩けー。んこれは届くかな技。あ、やっつけた。勝利、イエーイ。よし、うお、びっくりした。やった！完全勝利であります。気をつけろ！いや、安心するのはまだ早い。なになに、まだなんかあるん？続々来るやん。無限に続く、もしや。にゃんと、またぞろぞろ出てきたにゃん。え、もしかしてまた戦闘？いや、ここはさすがに正義のヒーローとか。っていうか、むしろさっきよりも数が増えてません？ちょっと、ここはスカイシャリマンの出番やろ。うわ、めっちゃおるけど。これではキリがないな。このまま戦い続けたらいずれ全滅。ひぃ、絶対絶命デビス。助けて、誰か。なになに、さっきまでと声が違うよ。そこまでだ。誰？お？私はオリジン。誰やねん。町の平和を乱す不届き者よ。
ね、なんかブーみたいな現れたんやけど。スーパーシードがお相手しましょう。お、ねえ、D ちゃんおった、 D ちゃん。ねえ、やろう。え、なになに、ヒーローっていろんなチームがあるん？皆さん、ここは危険です。あ、これがもしかしてスカイシャリマンが所属しとるグループってこと？あれって来たよ、なんか。うわ、すげえな。バスターズ、バスターズ。ブリー隊長。え、なんか展開が目まぐるしいんだけど。急に平和になったよ。妖怪ワールドバスターズハウス。へえ。妖怪ウォッチのゲームシリーズでバスターズってあったよね。隊長殿、お無事で何よりであります。心配かけたな。お前らバスターズハウスまで来ればもう大丈夫だぞ。ブリー隊長さ、あっこから、あのスポーツクラブからおらんなったと思ったらここにおったん。バスターズって何なんですか？いい質問だ、ガール。早速教えてやろうじゃないか。お前ら、答えろ。バスターズ心得その1。いかなる強敵か相手でも決して諦めるな。冬にゃんもか。バスターズ心得その2。戦うのは自分だけにあらず、仲間と力を合わせて戦え。なぜウィスパーが知ってるの？バスターズ心得その3。バスターズの誇りにかけて、弱き者は必ず守れ、ダニャン。何、妖怪たちの常識か何か？この3つの心得をハートに刻み、日夜凶悪妖怪と戦うクレイジーな奴ら、それがバスターズだ。熱い、熱すぎます。だったらこのままじっとしてていいのか？もちろんバスターズも直ちに出動するであります。妖怪ヒーローたちだけ戦わせるわけにはいかんでありますからな。バスターズといい、妖怪の世界でもいろいろとあるんですな。それにしても、あの黒い服の妖怪たち、次から次へとドロドロ出てきましたね。あれって妖怪なんや。めっちゃ人っぽかったけど。これから UFO の力でさらに数が増えると思うと不気味だに。UFO の力ってなんなんやろ。お、出動要請が。大変であります。たった今入った情報によりますと。なになに？ UFO の力で町の妖怪たちが次々と黒い連中に変えられているそうであります。あ、変えられよんか。そっか。なに？妖怪ヒーローたちだけではもう間に合わないようであります。よし、バスターズ出動だ。了解、ガッツで出動だぜ。この前までバフーンって言おったとは思えんね。ケータ、俺たちも行こうぜ。おお、待て、お前ら。だったら、何？俺も一緒に行かせてもらう。ちょっと隊長、バスターズの指示はどうするの？そんなもんは戦いながらすればいい。やれやれだ。ああ、はいはい。全くしょうがないんだから。吹雪ちゃんっていうのは吹雪姫となんか関係ある？吹雪姫メガネかけてないよね。行くぞ、お前ら。進化系かな。お、ブリー隊長の友達になった。マジか。ここでニックネームはいらないよ。ブリー隊長はブリー隊長だもの。イエーイ、ブリー隊長の妖怪メダルを手に入れた。お、これで妖怪大辞典の封印が一つ解かれた。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。ゴーゴーゴー、出動だ。おー、ニューヨーマシティを救え。キークエストをクリアしてストーリーを進めよう。ふぶきちゃんはここにいるの？指令出すの？ここで。騒がしいのは嫌だわ。あの黒服の奴らを何とかしてきて。なんか冷静だね。ちょっととりあえず出発します。どこから？こっち？これに乗っていくの？かっこいいな。なにこれ？運河駅をなんか三面になっとるけど。三面鏡？雲外三面鏡。開けっぴろーん。そこの車はね、バスターズビークルって言うんだ。バスターズのみんなが出動するときに乗る理解した車さ。なんか悪い顔しとるな。なになに、でどうしたらいい？
この周りにおるのは全部敵か。あの旗の場所に行けばいいってことかな。え、何鬼時間的なやつこれ。でもなんか音楽がさ、すごい気の抜けるような音楽なんだけど、ずっと。ほら、なんかいっぱいおるって。誰これ。なかなかの強敵でござる。我が輩としては嬉しい限りだ。開発中だったって薬品テストができるからな。やめるんじゃ先生おるんやけど。あの妖怪って確か、ジャポンで人ミーたちが倒した妖怪だに。君たちか、ずっと会いたいと思っていたよ。パワーアップした先生の力を、ぜひ君たちにも見てもらいたくってさ。最後の最後、いいやつっぽい感じで去っていったのに。一度倒した敵がパワーアップして登場。まさに定番の展開ですな。いや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 、興奮するな。テンション上がるな。おい、そこの子供たち。ここは危険ゆえ、早く立ち去るでござる。怪我でもされたら面倒だ。これは遊びじゃないんだぞ。そんな、私たちは二人を助けに来たのに。君たち喧嘩はやめるんじゃ。もっとさ、仲良くしないと。てめえが言うのだに。先生からのお願いは一つだけ。少しの間だけおとなしくするんじゃ。黒服くんたちがこの町を埋め尽くすその時まで。ね？どういうことですか？っていうか、やっぱりこいつも黒服たちの仲間だったのね。あの UFO の力で生み出される黒服くんたち。このまま彼らが街に溢れたら、とってもすごいことが起きるんじゃ。それこそ、この街だけでなく、妖怪ワールド全体に関わるすごいことがね。それを聞いてますます従う気がしてたよ。一応妖怪ヒーローなんでね。あ、ヒーローなんやね、この二人は。この街を守る。それこそが拙者らの使命でござる。では仕方ない。先生の言うことを聞かないといけない子は、お仕置きフルコースじゃ。うわぁ、戦闘かよ。なるほどね。そっか、ヒーローたちと一緒に、こうやって戦っていくわけね。まあ一緒にって言っても、私が動かすわけではなさげだけど。なになになに？怪しい音符が。これはなんか狙うで消せるって言ったよね。狙っていこう。あれ？狙っていこう。あれ？これでいいんかな？みんな何かしら取り憑かれとるけど大丈夫？ちょ、とりあえずほら。お払いやっとこう。きれい！よし。きれい！わかってるよ。お、いい感じじゃね？微妙か。お、いいねいいね。お払い完了！さあほら、いいねもらった。ありがとう。さあみんないけいけい。チャージ完了。おお、なんか勝手に動かされたぞ。そっちがやめてよ。あれ、もう攻撃繰り出した？ん？繰り出したんかな。え、もしかして攻撃できんかったんかな。なんてことだ。チャージ完了。そしてマッハヒ流血。あちょー、やめません。そしてブラスター、妖怪ブラスターメダルセット。あー、ポカポカかな。ポカポカ、はい来い、はい来い。なかなかこんねよね、これ普通やわ。あ、これ当たりやすいかも。やめません。いいねいいね。これなかなか減らんくね。なんか順調に当たりよんのにさ、なかなか減ってくれんやん。フィニッシュ。次は貝まで行ってみようかな。よし。はっ、待って、ちょっとみんな避けて避けて避けて。よし、避けたね。オッケー、回せ回せー。諦めていいんじゃよ。諦めませんけど。あ、待って、大釜が。そう、チャージ完了。大釜諦めんなよ。大釜変化の術。お祓いしてあげよ。お祓い、助けてって言おる。よーし、潰せ潰せー、潰せ潰せー。さっきの潰せてなかった。よし、はい来たー。あ、これ、はい、お祓い完了。オッケー、
やめてよ、動かさないでよ。ちょっと横一列にして追撃ができなくなるでしょ。さあみんなどう、必殺技はまだ使えない。うるさいよ。あーやばい、待って、逃げて、逃げれねー。はいはいはい、ちょちょちょ、早く早く早く、よし逃げて逃げて逃げて、よし、オッケー、避けた。はい、そして回復をしてもらおうかな。あーダメだ、回復をしてもらおうかな、ガッテンマイヤーさんに。うわ、みんな取りつかれてるわ。はい、並んで並んで、そしてちょっとブラスターを、妖怪ブラスターメダルセット、あ、豪傑行こっかな、豪傑、さあ来いよ、はい来いよ、はい、あーあと1個やったのに、惜しい。あ、結構いい感じやね、これだいぶ減っとるやん。へーい、やめません。あ、これいけるかも、ほらほらほら、いけそういけそう。あーダメやったか、あとちょっとやったろんな、お払いしとこう、お払い。やめてよ、動かさないでよ、お払いお払い、払えろ払えろ払えろ、どう、大丈夫そう。お、お払い完了、よかったよかった。ちょ、みんな動いて動いて、横一列になって、よし、みんな取りつかれてるね、剥がせ剥がせ、はい剥がせ剥がせ、よし、ひたすらお払い完了。あ、待って、そこ動いて動いて、ちょ、みんな動いて動いて、避けて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 、あ、ん、なに、さっきの聞いてた、関係なかったかな、ちょ待ってね、よし来い、いけ、カンフーマッハチャージ完了、マッハヒリュウタク、あ、闇マロがやられそう、こっちおいで、あ、待って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 、カンフーマッハも、よし、オッケー、危なかった危なかった。ほい、それじゃあ、あ、ブラスターいける、あ、ドーナツ、ドーナツが出とるけど、妖怪ブラスターメダルセット、よし、カイマ、かっこいいな、カイマ、よし、もういけるぞこれ、ほらほらほら、やっつけてやる、来いよ来いよ。え、これまだいけてない、いけとると思ったんやけどな、あー、いけてないっぽい、よし、おお、普通の攻撃でやっつけたか、一応揃いとこ一応やめるんじゃ、先生。倒れる時の顔がめちゃくちゃ怖かったんだけど。勝利。よし、術の超秘伝書。やったなに。イェーイ。やったなに。ミーたちの勝利だに。二人ともありがとう。おかげで助かりました。ふん。ヒーローチーム、スーパーシード。その一員として当然のことをしたまででござる。ちょっと待ってくれ、それは少し心外だな。その口ぶりだと、さっきの敵を倒したのはまるで君たちのお手柄みたいじゃないか。今のバトルを勝利に導いたのは、あくまでこの我が輩たちのヒーローチーム、テンペストブライドだ。は？何言ってるでござる？なんだ？何か問題でも。大問題でござる。なんか雲行きが怪しくなってきたにゃんよ。あ、味方同士じゃないんや。別々のグループなんやね。ケイタ君、このまま喧嘩になってしまう前に、なんとかあの二人を止めてください。どうやって、普通に話せばいいの？なんか旗のマークになっとったけど。
この町の平和を守る真のヒーローチームは我々だ。いや、拙者たちでござる。そっちのリーダー、スカイシャリマンは気まじめすぎて面白みに欠けるんだよ。あ、ここのリーダー、スカイシャリマンなんやね、半蔵んとこ。無礼な。そっちのリーダー、サキちゃんが適当すぎるだけでござる。ふん、君とはどうやっても分かり合えないみたいだな。奇遇でござるな。拙者も同じ意見でござる。ちょっと二人とも、喧嘩はやめようよ。そうですよ。どっちのチームがすごいかなんて。ぶっちゃけそんなのどっちだっていいじゃありませんか。ぶっちゃけすぎだよ。なに？あっちゃー、火に油を注いじゃっただに。え、私が？言ってはならぬことを言ってしまったらござるな。妖怪ヒーローの誇りを傷つけたんだ。その報い、受けてもらうぞ。え、なに？え、戦うの？マジで？何やってんだよ。ゼロ博士たちが現れたじゃないよ。なんなの、向こう協力し合って戦うんじゃないか。仲いいじゃねえかよ。そういう問題じゃないか。とりあえずちょっと必殺技叩け叩け。強いかな、やっぱり。チャージ完了。大釜変化の術。よし、ブラスターはまだまだないよね。とりあえず狙っといた方がいい？どっちやろ？どっちでもいっか。じゃあこっちで。あ、でも、あ、そこで、両方同じか。じゃあ、はい。あ、後ろの一列いけるね。これで。チャージ完了。前に来るなよ。常闇の呪い。よし。おお、意外と弱かった。意外と弱かった。言っちゃいかんけど。ちょ、お払いしとこ。こすれ、こすれ、こすれ。あとはゼロ博士だけ。よし、お払い完了。そして、ちょっとゼロ博士狙っとこ。ん？刺せた？よし、刺せた。さあ、みんな拾って。おお、勝利。さっきの敵より弱いじゃねえか。どういうことや。拙者もまだまだでござるな。ああ、これでは妖怪ヒーロー失格だな。やっと落ち着いてくれたみたいにゃん。お二人とも、今は緊急事態なんですよ。妖怪ヒーロー同士で喧嘩なんかしてる場合じゃないだに。ふん、わかっているとも。君たちに言われるまでもない。今すぐシェセラの助けを待っている現場へ向かうでござる。まあ一つだけ礼は言っておくよ。我が輩たちに妖怪ヒーローとしての大事な使命を気づかせてくれたね。この恩は妖怪ヒーローとしての働きでお返しするでござる。分かってくれてありがとう。ではゼロ博士、シェセラの勝負の続きは。ああ、どちらがより多くのものを救ったかで決着をつけよう。おお、いい決着のつけ方。承知。ではごめん。私的には半蔵の方がかっこいいね。我が輩たちは忙しいのでね、お先に失礼するよ。なんかこっちは敵っぽい感じがするやん。勝負はまだ続くんだ。めんどくさいやつらにゃんね。クエスト、共闘デンジャラスヒーローズ、バッチリ解決。お見事。やったね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。